はい、キングチャンネルです。キングチャンネル始めるよ。キングチャンネル始めるよ。おい、キングチャンネル始める。キングチャンネルのレラとランです。パパです。今日はね、これキャンピングカーをレンタルしたんでね、これでキャンプに行きたいと思ってます。今からキャンプに行くよ。1万5000円でレンタルできますね、1日。ペット入れる人は3000円。ペット料金としてね、3000円払えばペットも一緒にキャンピングカーでね、泊まることができると。すごい格安ですよね、1万8000円でこんな本格的なキャンピングカーを借りると。沖縄なんですけどね、中を見てみよう。はい、紹介できる。はい、はい、紹介して。じゃあちょっとわからんから紹介してね。はい、入っていいですか？うん、入ります。まずここかな。まずここね、ここまずここ、ここと、ここベッド、ベッド、はいはい、ここ広げました。あ、登って、どうやって登るのこれ？ここはあっち、ベッド登ってみて。じゃあない、登って。じゃあ一回降りてから。結構難しいね、登るの。こういう感じ。あ、登るのは簡単怖い。簡単なのこれ登るの？簡単。こっちになんか落ちないようにパイプみたいなのがあったらちょっと安心かな。で、ここお風呂。お風呂？お風呂。すごいね。お風呂。ちょっとお風呂開きにくいんだよね。お風呂、お風呂。お風呂ある？です、ここが。はいはいはい。結構でかくない？でかくない？じゃあ、あっちもベッド。は？物かも。嘘嘘、待って。じゃあどっか行け、どっか行け、どっか行け。行けコロナかわからんけどさ。いや、そんな人がマスクもしないでくる。元気。ん？元気でもダメだよ。本当に。ここに冷蔵庫。おー、いいね。で、ベッド上に2個と、あそこと、ここがテーブル。あれ、キンちゃんどこ？キンちゃんも前にいる。うん、しかも前がいい。前乗れないよ。キングがいるから。うん、かわいそうになるでしょ。どうだよ、キンちゃん。あ、ごめんなん。大丈夫、大丈夫。キラ絶対ここ行くなよ。こんな感じで今からキャンプに向かいます。で、はい、キラあそこだからね。あ、いいよ。怖い。また狙ったら2回ずつやろう。これも後で。今、ケンソーにね、移動してきました。到着しましたね。こんな感じです。キングチャンネル続き。うん、1万8000円でね、これレンタル、1日レンタルだけど、めっちゃ安いですよね。いい、犬、ペット込みで1万8000円で、ペットなしだったら1万5000円でしたかね、多分。一応リンク貼っておきましょうね。借りたい人はね、沖縄県に来た場合はこれ借りて、このね、沖縄県総合運動公園。これめっちゃ楽しいんでね、来てくださいね。あそこにちょっと見えないけど、公園とかも結構大きい遊具とかあるんで、スケボーでついてってみようかな。電動の乗り物もちょうどあるんで、これを前ね、子供たちに前を先頭で走らしながら、後からついていきたいと思います。ご飯食べよう、まず。はい、ご飯食べるってない。暑っ。暑くない？一応なんか暑いよね。こっちから行けば？あ、もうどっちよ。あ、いいよ、じゃあ行けん。ゆっくり行けよ。
常温だけど一応シャワーもついてますね。シャワーある。後から汗を流していきます。金がくつろいでますね。ちょっとキングが熱そうだね。ランガッチに行ったけど、ちょっと見えない。あ、なんか外行っていい？いいよ。あ、飛んできた。あ、パパも死に行こう。待ってよ、じゃあ、うん。今からちょっと子供、今からね、ちょっと子供と乗っていいと思います。これでついていきます。これでね。はい、かわいい。キラを食べて。ラン探し行こう。あ、ライダ。ライダ。行った、あいつめっちゃ速いスピードで。あいつ速いな、やばいな。あっち行って、キーラーいるから行って。はい。ゆっくり行けよ。18キロ、今18キロ出てます。ドリフトカート結構直線でも速いですね。本当はドリフトカートを回って乗るもん。ケンソー周辺をね、なかなかね、周辺っていうかケンソーを回りたいと思います。ちょっとよ、ゆっくり行けい。いけいけい。おお、新しい船が出てるぞ。車みたいな船が出てますね。変装に新しい船が、船っていうか車っていうか、なんなんこれ。まあ変装いいところなんだけど、コロナだったらね入れないという、コロナで緊急事態とかだったら入れないんですけど、まあもちろん向こうにね、今またいろいろ建設してんだよな。遊具行こう、はい。おじいちゃん。ここスピード上げられるけど、まあ人がいっぱいいる。気をつけてゆっくりってよ、スピードはいいから。うん、はい。あり、子供もいるんだから。バスケット場ができてますね。バスケットやるところ。おお、なんだ。いいですね。向こうにね、結構遊べる遊具ある。でかい遊具。おお、電動キックボード乗ってる人がいましたね。お母さん。レンタルしてる。転送でしてる。こんな感じで、ね、結構テントを間近、遊具もあるし、キャンプもできるし、もう無敵ですよね。体育館もあるし、バスケットもできるし、もうやりたいことなんでもできるし、すごい施設が、施設っていうか、まあ、公園っていうのかな。ママ、後ろからついてきた。無理無理、これ狭い。ついてきた。夏場はね、一応プールも向こうの方に見えてはいないんですけど、プールもありますので、いいところですよ。
子供が最高の場所です、演奏は。じゃあ次、大きいワッフみたいなやつ。上目の最後から、はい。なんかジャンプして、立ち向けて。じゃあ、いいよ。あれやりたい。あ上目指そうね。いいよ、普通に上目指そう。はい。あっち上で最後終わりたいと思います。上目指します。いや、OK。それあっちから。それあっちから。どこにいるん？上だよ上。走ってるよ。走ってるよ。もうバイバイ。キングちゃんだよ。キングちゃん。バイバイ。バイバイ。バイバイ。こんな感じでね。今日はキャンピングカーとキャンソーのね。紹介を終わりたいと思いますね。またね。じゃあバイバイ。バイバイ。バイバイ。